さあ、スナイパー VS シーフっていうゲームを遊んでいこうと思います。まあ、タイトル通りの内容なんですが、スナイパー側に回って泥棒を撃ち殺すか、泥棒側に回ってスナイパーから逃げ切るかっていう、まあ、どっちかの陣営につくんですが、それぞれには、まあ、こういった固有のアイテムとか、あとこのライフルを育てたりとか、まあ、いろいろあるんですね。ただね、これアンロックできないんだよね。お金がないから。だから完全なもう、素っ裸でいけます。素っ裸で臨んでいこうと思います。じゃ、とりあえず、まずはじゃあスナイパー側から始めてみようか。よし、じゃあ早速 GO。 まあ始めたばっかりなんでうまくいかないなんてのはまあ当たり前だと思うから、負けてもともとみたいな感じでやっていこう。言い訳重視でやっていこうよ。まずは言い訳でもう塗り固めていこう、人生を。まずはね、開幕きた。アップにして、これ逃げ回ってるでしょ。当たった。これ結構シャッ、あとのこと、え、よし、4人いるから残り2人ね。残り2人いるね。車の後ろに隠れてるね。このくるくる何これ。あ、なんかアイテム使ってんだ向こう。はい、あと1人、あと1人いるいる。こいつこいつこいつ、やべ、なんかさ、スコープがなんかグラグラする。そういうアイテム使われてるかもしんない。はい、あっという間に終わった。なんだこれ。これで俺の勝ちです。さあ、次はシーフ側ちょっとやってみようと思います。シーフ側はね、初めからアイテム一つだけ持ってて、これだね。デコイって言って、まあ身代わりだよね。身代わりを生むことで、まあスナイパー側がそれを撃つと。で、リロードしている間にこっちはまあ動くと、前に前進するっていう。まあそういう作戦かな。じゃあ俺もじゃあ早速デコイ使ってなんとか逃げ切ってみよう。さあ、ステージはサブウェイ。ていうか、一つしかないんじゃないの、ステージって。ちょっとわかんないけど。開幕来た。どういう風に、どこにいるんだ、スナイパーは。わかんねえ。まあ、俺、ちょっと前進してみっか。歩くたびに、あ、やべ。ちょ、今、一瞬怖かった。え、どっから撃ってる。あ、光ってる、光ってる。ここでデコイちょっと使ってみようか。あれ？デコイどこに出た？ちょ、デコイどこに出た？待って、デコイ、あ、デコイす、後ろか。俺の後ろにいんのかよ。仲間まだ死んでないよな。まだ死んでないよな。じゃあ行くぞ。俺一番最後尾。最後尾からのスタートです。なんか別のところ撃ってるな。ってことは、その間に俺は前に行った方が、一人死んだ。やばい。なんかさ、車にもう乗ってる人いる？動き早いな。あれ？俺めちゃくちゃ遅れてる？もしかして。俺すごい遅れてない？なんか。え、撃たれた。え、一回撃たれても大丈夫なの？ファッ。デコイ作るよ。デコイ作って、その間、今撃ったよね。撃った、ない、連発、何発も撃てるの？スナイパーなのに何発も撃てるんですか？これやばいな。もう完全に俺しかいない。これラスト。デコイ使って、撃ったところ、ファッ。よっしゃ、危なかった。残り5秒ぐらいしかなかった。仲間に置いてかれるとこだった。一発撃たれても大丈夫なんだね。っていうか、なんか全くようわからんけど、なんでだろう。なんかアイテム一つ解放できたんで、このカメレオン、ディスガイスっていうのかな、これちょっと使ってまた、逃げる側がね、シーフ側、これをちょっともう一回やってみようと思います。アイテムいろいろあるらしいんだけどさ、全部英語だからさ、全くわからないよね、言ってることが。効果が全くわからないです。まあでもそれでも頑張ります。待って、どこに、え？なにこれ？固まったよ？これは向こうの技か？こっちの技なわけないよな、そりゃ。うわ、そんな何？フロストショットみたいのあんの？あの真ん中の家が、スナイパーマンがいるとこだね。カメロンちょっと使ってみようか。あ、一人死んだ。え？カメレオン、これ？どこに誰がいるか、もうこれ、もろわかりじゃん、こんなの。なん、今の。危な。もう一回これ使ってみっか。くっそ、バレバレ、これ。これ、ゴミだな。このアイテム、ゴミだぞ、さては。そりゃ撃たれるわ。そりゃ撃たれるって。一人死んで一人車にもう乗ったか。
今撃ってる。あれ俺次どこ行け、どっち、あれ待って待って、俺次どこ行けばいいんだ。あれ次行ける、え矢印がない。もうこっちか。あ、もう何、車にまっすぐ直行か。やばい、撃たれた。助けて、やめて。助かった、よかった。カメレオン、ここで使うアイテムじゃないわ絶対。なんか仲間にサンダーライガーみたいなやついるんだけど。あ、俺もでもこのマスク欲しいな。まだ今日始まったばっかりのこのゲームでしょ。もう何、課金していろんなアイテムゲットしてるのかな。やる気勢だ。じゃあ今日最後はスナイパー側で終わりにしようと思います。こっちもアイテム2つゲットして、モーションボムっていうやつと、もう一つがなんだっけな、これブギートラップっていう、この2つを駆使してちょっと戦っていこうと思います。アイテム効果はもう使ってみないと分かんないんで、もう英語だらけなんでね。とりあえず使って理解して理解を深めていく。なんかでもみんな結構あれだな、装備揃えてる感じするな。とりあえずこのブギートラップを使ってみっか。アップにして、これは丸分かりだろ。え、当たってない、なんでだ、なんで当たってないだ。あ、ちっちゃまった、何それ、そんなアイテムもあるんだ。あ、一発で撃っても死なない。来た、ブギードラップ。何これ、ブギードラップの効果が全く分からない。これ全く分からん。リサンボム、ボム置いてみる。敵がいたいたいた、暗くてよく分かんねえなこれ。全然当たんない、動くと当たんねえだろ。ちょっと待って、なんだ今、せっかくアイテム取ってくれたのに、しかも一発でも死なない。一人死んだ、やっと一人死んだ、危な。ここに置いてみるか。あ、一人やられた。え、何これ、こいつなんだ。あー、くそ、当たんねえ。あ、動くと当たんないだろ。よし倒した、あと一人。あ、車に乗られた、うわー、一発で撃っても死なないの結構厳しいな。一発撃って死なないの結構厳しくないこれ。やべ、スナイパー側もさ、ガチで課金して相手を一発で撃ち殺せるアイテムをしっかりゲットしないとダメだわこれ。